皆さんこんばんは。これが俺たちの味、道場、マルギン道場にやってきました。ここはですね、これのせのせ煮干しラーメンの塩をね、今回頼んでいきたいと思います。もちろんニンニク増し、背脂増し、麺固めです。ここのね、混ぜそばとかラーメンとか煮干しラーメンとかあるんですけど、もう全部がボリュームがやばいんですよ。もうそれはマルギン道場っていうぐらいだから。お店もね、あのこのカウンター席しかなくて、でしかもカメラをぐるっと回すと道場破りって言って、すごいでしょ、道場破りメニューもあるんですよ。これ達成すると何分以内にって言ってこう名前載せてくれるっていう、めちゃめちゃ面白いメニューがあって、で皆さん見てください、この男らしいラーメンを、マルギン道場の煮干しラーメン食べたくなるよね。これたまにもりもり。そしてね、このチャーシューの角切り感見てよ、これ熱いなー、うまそう。もやしも入っ、めちゃめちゃ入ってるし、このね、熱さをみんなに見てほしい。いいね。これが何枚入ってんの？ 4 枚ぐらい入ってた、これ。うん、これがね、うまいんですよね、このチャーシューが。なかなかこんな分厚いのないよね。でそしてね、もやしもね、もりもりすぎて麺までたどり着かないんですよ。ほらほら、全部掴んだの全部もやしでしょ。でスープもほら、意外と繊細でうまいんだよね、ここの煮干しラーメン。麺も太麺で俺は大好き。あ、礼儀落ちちゃった味玉もさ、なかなか普通じゃこんなにうまく煮れないよね。この唐辛子でガツンとさらにパンチを効かせて食べるのがあの味噌ですね。でラーメンの塩だれも渡すんで、もやしとかこれかけるとね、味がついて美味しかったですね。もやしは基本的には味ついてないから。じゃあいただきます。食べた感想はですね、ここのねラーメンってなんか定期的に食いたくなるんですよ。なぜかわかんないけど定期的に来たくなっちゃう。そんななんか変な中毒性があります。なんかわかります？これ二郎系ラーメンとかと一緒の感覚ですね気づいたらここに来てしまう。でももう食べたらもう二度と食べるかって食べた時には思う。何なんだろうこの感じで。そして最近僕が面白い言葉を覚えて、アフタヌードルパーティーっていう言葉、女子大生の間で流行ってるらしいですよ。今日はアフタヌードルパーティーしようって言って、オッケー、アフタヌーンティーパーティーか。あ、間違えた。そんなラーメンジョークもね思いつきましたということで、ここのマルギン道場ね、アフタヌードルパーティーしに来てください。普通にガツンと男ラーメンをね食べたい方はいいですね。こうやって仕事終わりにね、僕はもう月に1回食べに行きたくなっちゃうかもしれない、ひょっとしたら。こういうパンチの強い系のお店はね、っていう感じで、ぜひこの動画が良かったなと思ったら高評価とチャンネル登録お待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。また来週。